ありがとうございます。ジョグトリップの主催者、アミリンことアミモトです。<laughs> 今日はね、えー、味は忘れても人は忘れられないということをテーマにちょっと話をしたいと思います、えー。これがね、まあ、飲食店ですね。食べ物屋さんという話かなと思うんですけども、えー、美味しい食べ物屋さんありますよね。うんでね おい、えーまあ、しい食べ物屋さんに毎日行ければいいんですけどもそんなに毎日行けるもんじゃありませんね。まあ、1年に1回であったりね多くてまあ月に1回、まあ、頻繁に行くところでも1週間に1回具合ですよね。でね、えー、例えば1年に1回とか半年に1回とか具合だったらねもうね、えー、その食べ物の味っていうのはねほぼ忘れてるんですね。 細おいしかったなというなんかあのイメージというかねおいしかったなという,こうぼやっとした感じは残ってるんですけどもその味があここの,こ,れこの塩味がどうのこうのとか、ね、この酸味がとかいうのは、ね、すっかり忘れてるんですよねところがねこの、えー、人ね店主 あのお店の店主とかね大将とかえその対象と話をお店の店主マスターと話をしたこととかその人にまつわることはね意外とね忘れないんですよねうんあの人があの時こういうふうに言ったどういうふうな表情をしてたとかねうしそうだったとかねそういうのはね意外とこう記憶に残るんですよだからねあのーえー私もこの間ねちゃんぽん屋さんに 久しぶりにあるところに行きましてもう1年以上ぶりかな一番最初のイメージ、えー、食べに行った時は非常に美味しかったというイメージがあったんですけどもこの間行った時にはなんか味今一つだなとなん,なんか今一つが味しくないぞという感じだったんですよでどこがどうっては分からないんですよねもう何年も前のことですからあの味,は味のディテールは全く記憶から消えてますただなんか前よりも美味しくないぞということですでも、ねこの その時は人じゃなかったんですけども店の雰囲気とか店の佇まいはね、えー、記憶に残ってたんですよね、あのーえー、昔の食堂風の店で、えー、全然こう内装には手を力を入れてないなというのがはっきりわかる内装だったんですけどもそれだけしっかりの覚えてて今回行った時には内装がねかなりこう綺麗になってたんですよ。あのー 新型コロナウイルス対策の兼ね合いもあったかと思うんですけどもというとこ時は、まあ、こ前回は、ねえー、味は忘れても内装は忘れられなかったということですね。うんうん、でこういうことがあるんですね、えー、だからね、あのー、意外とこの、まあ、今回は、まあ、食べ物屋さんね えー、料理屋さんの話なんですけどもね、えー、っとよくあるのがです、ね、あの料理を出すお店で時々あるのがやっぱりこう、うん、美味しい料理を作って出すことにこう、ね、プライドとこだわりを持ってる、ね、マスター店主の方はやっぱ多いですよね。美味しいいいもものを食べてもらいたいんだと僕の この手で作った美味しいもので喜んでもらいたいっていうのが非常に強いですよね。うん。ですからね、味に逆にね、えっ、ー、とね、うんと、これ、あ、そうか。これはね、客の立場なんですね。これは客。こっちの方は、あーどうしようかな。こっちは客なんですね。 客な立場からすると味は忘れても人は忘れられないんですけどもそうだなこれがえっと店側の立場になるとうーんとまあ何かなうん人を人をえ人に人人を とまあ今,今はちょっと思いついたことなんですけどね意識せず味に。 うん、こんなな感じかな、えー、客の立場だったらその店の味は忘れてもその,、ね、そ,のそ,そのお店であった店主とか、うん、マスターのことは忘れられな,ないんだけども客の立場からいくとね、うん、のお客さんとの対応とかお客さんの話とかそういうことにはあんまり意識せずにそのわ自分が出す味にこだわるところが多いんですよ。うん、多い うちのお店は味うちのラーメンはこの地区で一番おいしい間違いないとみんな言ってくれると味にこだわるところが多いんですよ味ねところがねえー、客はねどっちかっていうと味のことはすぐ忘れてその人との思い出話人との思い出ね あの,あの店主はこういい感じの人だったとかねあの話が面白い人だったとかねああのかわいいお姉ちゃんがいたとかねそっちの方ばっかりに記憶に残るわけですよ。まあね、あの <laughs> ところが店の意識はその自分がその人とどういう会話をしたとかねどういう,こうもてなしをしたとかよりも、まあ、もてなしはしますよしますけどもそのあんまり人,人を意識せずにとにかく味にこだわる人が多いんですよ。 でこれでね、ギャップが出てくるんですよね。この客側の意識と店側の意識っていうギャップが出てきます。どっちがメインのこう、なんかな、えー、ところかっていうと、客は、まあ、美味しいものも欲しいんだけども、実はね、えー、人に会いに行くっていう、こう、なんかな、あの、アドバンテージが高いことがあるんですよ。ね。ところが、店としては、 あの、人、人は、あの、まあ、あの、もてなしはしますよ。サービスはするんだけども、どちらかというと、もう味にこだわる人が多いということがあります。ですからね、ここで残念、残念なことが起こり、起きるんですよね。あそこの店、味はいいんだけど、味は美味しくて、安くて、最高なんだけど、でもね、 あのマスターがね、あの店主がね、ってなったらね、絶対行きません、お客さんは。そうでしょ <laughs> もう味は抜群。お値段もお手頃。もう本当にいい、美味しい、安い。だけど、あの店主がね、<laughs> っていうことが多いんですよ。これをね、やっぱり勘違いしそう、あの、してしまい、し,まいしてしまいがちなところかなと思っております。だからね、あの、これはね、飲食店の例にとりましたけどもね、 他のところでもそうなんですよ。えっ、ー、とねおか、お客さん側、サービスを受ける側の意識と、サービスを提供する側の意識とではね、えー、違うことがあるんです。うんえーまあ、例えばね、うんまあ、ジョグトリップでもそうですよ、ねえー。ジョグトリップの主催者としてはね、うん、ジョギングイベントを開催するのが、ね、ジョグトリップですよね。 ジョギングイベントを開催する走ってもらう、ね、ということとがイイベベンントトですよイベントとしてはジョギングイベントなんですけどもね、えー、もう長年ね10年以上こうジョグトリップをやってきて思うのがジョグトリップに来てくれている方参加者は、ね、特にあのベテランさん常連さんはね、えー、ジョグトリップというジョギングイベントを にも、が目的なんだけども、それと同等、それかもしくは、それ以上に、この、人に会いに来る。人。人。ね。人に会いに来るというのが、あちょっとね、モチベーションの時にはね、上に上位にあることがあるのかなとあります。これが、参加者同士のね、 あのジョグトリップに参加したらあの人と会えるとかね、えー、まあ言ってしまえば、うん、ジョグトリップに参加したらアミリンさんに会えるということがねある程度ねモチベーションの中に入ってきてるんですよ。そうすると、まあ、ジョグトリップのイベントとしての,の,してのこう端々のところはジョ,ジ,ョジョギング自体のことはねすぐ忘れるんだけどもねその人と会って話したこと、ねえー、参加者同士で 走りながらね、えー、くっちゃべったりしたこと、ね、オアシスでね、えー、話したことあった人とかね網輪というのは、ね、意外と忘れられないんですよ。だからねうーん、えー、サービスを提供する側が考えているこの店とかサービスの価値と客の方からサービスを受ける誤報から見た 店とかサービスの価値、意義っていうのはね、違うことが意外と多いんだよということですね。ということで、もう10分ちょっと過ぎました。えー、よかったらあ、チャンネル登録をよろしくお願いします。そしたら皆さん、ハバーグッデイバイバーイ